皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はトレーニングのちょっとマニアックな種目を解説ということで、インクラインダンベルベンチプレスのバリエーションとしてインクラインダンベルスピンプレスというやり方をご紹介していきます。日本語で調べてもなかなか動画が出てこないレアなトレーニングなんですけども、普通のベンチプレスと比べて何がいいかと言いますと、肩への負担が少なくなるっていうのがまあ一番のメリットです。肩のねインピンジメントと言いますけども、普通のやり方でインクラインベンチやってると、一番下ろしたところで肩のインナーマッスルを挟んでしまって痛みが出てしまう方がいらっしゃいます。で、私も肩を怪我した経験があるので、通常のやり方だとですね、よく痛みや違和感が出てしまうので、そういった場合にね、このスピンプレスっていうのをやったりするんですけども、ちょっと肩に不安があるっていう方は一旦試してみていただけるといいんじゃないかなと思います。で、やり方なんですけども、スタートの時は真横にして持つか、まあ、ハの字ぐらいにしておいていただいて、ダンベルを下ろしながら逆手にしていきます。で、下ろしきったところは逆手か、まあ、こっちも逆ハの字ぐらいにしていただいて、でここからまた上げながらダンベルをハの字また真横ぐらいに戻していきます。という感じですね。で、注意点としては、一番下ろしたところで逆手になるんで、通常のインクラインプレスと比べてダンベルを下ろす位置が低くなります。通常の握り方でいくと、まあ、これぐらいなんですが、スピンプレスの場合はこの辺に下ろしてくる、みぞおちのあたりに下ろしてくるようなイメージになります。普通の、まあ、このイメージで持ってくるとだいぶ肘が窮屈になって痛くなってしまうので、みぞおちの方に向けて下ろしてきて、ちょっと斜めに上げていくようなイメージで動かしていってみます。で、疲れてくると腰がね反ってしまったり、お尻がね上がってしまったりすると、まあ、これも怪我の原因になりますので、疲れてきてもしっかりねお尻と背中をパッドにつけたまま動かすようにしてみてください。ダンベルが動きの中でスピンするんで、まあ、ダンベルスピンプレスという言い方をしているんですけども、このやり方をしていただくと、一番下ろしきったところ、肩の負担が一番大きくなるところで逆手になるので、逆手にしていただくと普通にね順手で持った時と比べてインピンジメントのリスクが減って、肩の、ね、違和感とか痛みが出にくくなりますので、こう肩が痛くなりやすいところでこう負担の少ない握り方にしていただいて、一番最後収縮させる時に大胸筋が収縮しやすい順手に持ってくるということで、まあ、痛みなくですねしっかり大胸筋の上の方を鍛えることができます。はい、今回はですねちょっとマニアックな種目ダンベルインクラインスピンプレスの解説していきました。ぜひぜひね試してみていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。